はい、こんにちは、シンガーソングライターの山崎です。僕のこのチャンネルがですね、なんとチャンネル登録者様300名様突破しました。イエイ、ありがとうございます。本当にね、嬉しく思ってます。ついこの間200名様突破しましたっていう動画を出したつもりでいたんですけど、気づいたらね、300名様突破していました。もう本当にね、どういう人が見てくれてるんだろうっていう、この僕が見てるこのね、カメラの向こう側で今画面にこう向き合ってこれを見てくれてる、あなたがいるわけですけどね、会ったこともないし、本当にどういう人がっていうかね、どういう場所に住んでて、どういう年齢の人で、ね、性別も男性なのか女性なのかわからないし、ね、どういう気持ちでこのね、僕のチャンネルを見てくれているのか、動画を見てくれているのかっていうのは、なんか本当に不思議な気持ちで、いつも動画を投稿してるんですけど、うん、もうありがとうございますっていう気持ちしかないよね、本当に。でね、300人っていう数を考えた時に、まあなんかさ、YouTube で有名な人ってさ、こうなんだろ、何千人、何万人の人とかもいるわけじゃないですか。でも、まあ僕もね、どんどんこうチャンネルが育っていけばいいなとは思ってるんですけど、この300人って数ってすごい数だなと思ったんだよね。で、なんかわかりやすい例えできないかなと思っていろいろ調べてたんですけど、今僕が調べたのは、電車が一番わかりやすいかなと思ったんですよ。で、普通、まあ、山手線とかさ、中央線とか、埼京線とかあるけど、その電車ね、普通、通勤電車の定員っていうのは140人前後らしいの、立ってる人もいて。でもよくさ、乗車率、ね、200% とかなんか言うじゃないですか。これは、要はその140人が定員ですよって言ってるとこに、まあ、280人とか、乗ってると200% っていうことらしいんだけど、これ先頭車両だと286人、中間車324人となるとかって書いてあるね。で、もう、ってことはさ、要は、超ぎゅうぎゅう詰めの、通勤電車の、なんか、要は一車両分と同じぐらいの、ね、数の人が、このチャンネルを登録してくれている、僕の動画を見てくれているっていうことなので、いや、これはね、めちゃめちゃすごいことだなって思うんですよね。だからね、なんか本当に、この見てくれてる人にもありがとうっていう気持ちしかないし、もっとね、こう、この動画を見てくれてるあなたに、すごくこう、なんだろう、ためになる情報とか、もうね、作詞、作曲とかのノウハウとかテクニックとか、そういうものをお届けできたらいいなと思ってます。そしてね、動画を見てくれてね、あ、すごくためになったなとか、自分がね、なんか作詞作曲やってくのに、飯田さんの動画見てよかったなって思ってもらいたいし、動画を見てね、あ、楽しかったな、この動画って思ってもらえるような動画をどんどん作っていきたいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。それではシンガーソングライターの稲崎でした。また会えるのを楽しみにしてます。それではこれからもよろしくお願いします。したら、またね、バイバーイ。ありがとう。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。シンガーソングライターの飯田将暉です。作詞作曲をね、やってみたいとか、シンガーソングライターに憧れてるんだけどっていう方に向けて、無料の動画レッスンをプレゼントします。詳しくは動画の概要欄を開いてみてください。そこにね、リンクが貼ってあるので、簡単に無料で登録できるので、ぜひ登録してみてください。それじゃあ、バイバイ。